年末年始のお天気をお伝えします。短い周期で天気は変化していきます。年末年始は上空の寒気が流れ込んでいきますので、雪や曇りアイコンとなっています。西日本や東日本の市街地でも雪が積もる可能性がありますので、最新の情報を確認してください。東京でも気温がガクッと下がりそうです。それでは気になる初日の出のマップも見ていきましょう。2021年の初日の出マップです。日本海側は冬型の気圧配置で難しいエリアが広がります。一方太平洋側では可能性あり、西日本の地域ほどバッチリなエリアが広がりそうですね。ぜひ初日の出を拝んで、この先1年も良い1年になるように祈っていきましょう。